サー・デイビッド・パラダイン・フロストは、イギリスのテレビ番組司会者。1977年に、リチャード・ニクソン元米大統領をインタビューし、ウォーターゲート事件について、謝罪の言葉を引き出して、有名になった。イングランドのケント州に生まれた。父は、メソジスト教会の牧師であった。グラマースクールで勉強し、ケンブリッジ大学に進学した。大学のコメディーサークル、 ケンブリッジフットライツに参加し、ジョン・クリーズ、クレアム・チャップマンらと知り合う。卒業後、1960年代の時事風刺番組、ザット・ワズ・ザ・ウィーク・ザット・ワズの司会者となった。約50年にわたるキャリアの中で、数々の世界的著名人をインタビューし、その中には、歴代英首相と、歴代米大統領が含まれていた。2013年8月31日、 フロストは豪華客船クイーン、エリザベス号の戦場で、心臓病により死去した。没年齢は74歳。ATB 司会者、デイビッド・フロスト氏が死去。客船で、心臓発作 A 司会者のフロスト氏死去どんな人物だったのか、A 著名 TB 司会者のデイビッド・フロスト氏死去。時々 .com。オリジナルの2013年9月15日時点におけるアーカイブ。 https://archive.is/.20130915155016/http:/www.jiji.com/.jc/.zc.k イコール20万 1309?2 兆130億910万2182015年12月1日、閲覧。ありがとうございます。